ニーダーザクセンシュゲッティンゲン軍に属すしでザムトゲマインでドランスフェルトの本部所在地であるドランスフェルトは大学都市ゲッティンゲンと木組建築都市ハンミュンデンとの間直線距離でほぼ中間に位置しているこの町は西のブラムバルト及び南のドランスフェルトの市の森の麓に位置しアウシュニッペ川が流れドイツメルヘン街道の これのおばさんルートがこの町を通っている。ドランスフェルトの南にはフォーアーハーゲンがそびえるが、これはニーダーザク先週州の南に突き出した州内で最も高い山の一つである。ドランスフェルトは960年に夫を一世が記したヒルバルツハウゼン修道院の所領リスト中にセレネスフェルダとして初めて記録されている。 ドランスフェルトに議会があったことを示す証拠は1345年に現れ、都市圏は1368年にブラウンシュバイクリューネブルクコー夫を一斉によってこの議会に授けられた。1372年のシュテルネ戦争でこの町は甚大な被害を受け、1430年から堅牢な防衛施設の建設を行ったことが記録されている。30年戦争の際は、 1634年にティリー博の軍勢に占領され、これにより104棟の民家と60棟の蔵が破壊された。1834年1月26日、ドランスフェルトは火災によって町の大部分を消失した。この後、町の構造が大きく変更された。通りが拡張され、建築船が整理され、新しい通りは古い通りの構造を考慮して、 造営された。この町の両側に位置する主要都市であるゲッティンゲンとハンミュンデン島を結び広域鉄道網に接続するハノーファー南線が1856年から1980年までドランスフェルトを通っていた。ヘッセン選定高梁を通過する運行ルートを避けるため、この路線はゲッティンゲンからドランスフェルトを経由する急勾配を登った。このためこのルートは ドランスフェルダーランプというニックネームが付けられた。1963年にアイヒエンベルクを経由する路線が電化されるまで、この路線は重要な広域鉄道路線であったが、その後はわずかな近郊路線が走るだけとなり、1980年5月に旅客運行が廃止され、ゲッティンゲンへの鉄道は撤去された。反ミュンデンへの区間は貨物路線として1980年代の終わりまで、 利用されていた。ドランスフェルト市役所姉妹都市を示す標識。ドランスフェルトは以下の町と姉妹都市協定を結んでいる。ホーエンハーゲンのガウストは高さ51メートルで遠くからも見えるドランスフェルト市の目印である。歴史的建造物としてはイマルティに境界がある。ドランスベルクの北東斜面に131基の破壊士が立つ。 ユダヤ人墓地がある。この墓地は保護文化財に指定されている。毎年5月1日にドランスフェルトでハーゼンメルカーレースが開催される。このレースはドランスフェルトからホーエンハーゲンを経由する1 0トルの市民レース。この町の最大のスポーツクラブはドランスフェルダースポーツクラブ EV である。連邦道 B3 号線がドランスフェルトとハンミュンデン及び ゲッティンゲンを結んでいる。市の東9キロメートル離れたところをハノーファーカッセルを結ぶ連邦アウトバーン A7 号線が走っている。この道路はドランメタルジャンクションでハレ及びライプツヒへ至るアウトバーン A38 号線に接続する。公共旅客交通機関ではブラウンシュバイク地方バスの 第120系統のバス路線が、ハンミュンデン及びゲッティンゲンに運行している。ゲッティンゲン駅は、ハノーファー・ビュルツブルグ高速鉄道の駅であり、アイスが発着する。ゲッティンゲンを経由してアイスは、ハンブルク・ハノーファー方面からミュンヘン、バーゼル方面及び、ベルリン・ブラウンシュバイク方面からフランクフルト、シュトットガルト、バーゼルへの路線がある。最寄りの空港は、ハノーファー、カッセル、 パーダーボルンにある。ベーザーハルスハイデ自転車道もドランスフェルトを通っている。ドランスフェルトの区間は、どちらの方角も、旧ドランスフェルダー鉄道路線を通っている。ドランスフェルトの森のプール、ホーアー、ハーゲンは、スポーツプールの他に、ウォータースライダーを備えた子供用体験、アトラクションプール、急流水路などを備えている。ドランスフェルトには、ホテルとキャンプ場がある。 ベルデル近郊には、ゲッティンゲン郡唯一のヌーディストキャンプ場がある。ホーアーハーゲンの周りには遊歩道や森林散策路のネットワークがある。ありがとうございます。